5番の時が3番手ですが、そのあと中段が少し見合っていきました。中段を一旦抑えた2番の佐川に対して3番車隅田が一旦後方に下げています。中段後方1人変わって早くも残周回1コーナーカーブです。ジャンマイの攻防戦はやや車間を空けた佐川翔吾、あくまでもここは飛び出していこうという構えか。2コーナー回ってその佐川が仕掛けた後方から3番車隅田も仕掛けていきます。さあ仕掛け合って金が入りました。ピッチ上がって佐川翔吾突っ張るか。しかし隅田陽介が襲いかかる。ただマーク肥後が離れてしまいました。さあこれで栃木馬勢2番手3番手はまるか。いや隅田陽介がここはあくまでも先行をこだわっていきます。激しいもがき合いだ。佐川翔吾隅田陽介激しくもがき合って、その後3番手離れて8番の土屋、その後4番の肥後がついています。2コーナーからバック地元勢まだ後方。さあ先頭はどうか。隅田と佐川がまだやり合っているが、今度は4番肥後が追い上げて、後ろからまくり合戦は7番の渡辺康平自力発揮。さあ渡辺康平のまくり乗って9番金沢浩二、4コーナーから直線、大外から6番車篠原も伸びてくるが、先頭渡辺康平突き放してゴール。2着6番の篠原か。中段でこの動きを見た3番車川口、どうやら合わせて前に踏み込んでいきます。さあ残り2周切ったところで3番車川口一旦前を切っていく。5番車土屋が番手を下げました。1コーナーから2コーナーカーブ、短期戦の三井が中部勢に従う格好で5番の土屋は5番手に収まった。さあまだためを作ったか7番の成松、まだ後方7番手で金が入ります。さあ前はスローな流れ、3番車川口がスローペースを作りますが、ようやく3コーナーから成松春樹が仕掛けていきます。さあ成松ロングスパートの仕掛けですが、まだ中段合わせて川口幸太郎、このまま奮起の逃げ勝負だ。さあ来るならこいと突っ張ります。3番車川口の先行、最終周回1コーナー回ります。さあ追い上げた成松、ここは苦しい。2番の林が5番手に切り替えたが、さあ4番手から先まくりは三井武史だ。三井の一発決まるか。3番手から2番手ですが張って9番の武田、後ろから5番の土屋が猛反撃、先頭川口下が飲み込んだ。5番の土屋正人、マーク1番の三上好展開、切り替えた4番の福島直線コース、先頭5番の土屋から番手三上が追い込んでゴール並んでいます。あとは4番の福島が3着。先端開いたのは北日本勢、一旦中近勢を抑えるか、いやもうこのまま前へと上がります。一旦ペースを落とした2番の上野が一旦この動きを流して中段の4番手に収まった。ためを作った8番車山口、ここで一気に仕掛けるがジャンマイの2コーナー。さあここで中近勢動きました。山口智弘がジャンマイを抑えていく。これらを前に出して佐藤和信、一旦中段ですがすかさず上野慎吾が追い上げていく。上野慎吾、佐藤和信、ここは中段の攻防です。3コーナーから4コーナー、さらに並走からまくり上げるか。さあ上野慎吾が前に接近、先頭山口でしたが今度は追い上げる上野、ベースが緩いと見方が一気に仕掛けます。さあかました2番の上野慎吾、前を抑え切ります。4番の赤井が2番手ながらここは7番の金田が切り替える。2コーナーから向こう正面、前の混戦をまくろうという佐藤和信、5番手からのまくり、最終バックを通過。さあこれは一気の足で佐藤和信前を捉えます。続いた3番の竹内逆転なるか。9番の大園が3番手、形勢逆転。4コーナーから直線、さあ粘る佐藤和信、追い込む竹内ですが届きません。佐藤が押し切っています。2着3番の竹内、3着9番の大園。
さあ引き地が早くも赤番手前からの先行体制、6番の藤原がもちろん切り替えます。ようやく5番車山口も切り替えて上越勢の後ろに乗っていきます。竹澤浩二は後方7番手に下げています。ようやく残り2周切って1コーナーから2コーナーカーブ、しかし展開早くも動いて2番の引き地が先行体制、竹澤浩二は一旦7番手に控えています。ジャンマイ2コーナーから向こう上面です。さあ機動型2人一旦見合っていますが、引き地正人が先頭、竹澤浩二は7番手、中段じっくりと関東勢が控える展開です。2センターから4コーナーイエローラインギリギリを使いながら、ここでペースアップ、引き地正人が先行勝負です。さあ引き地が先行勝負、竹澤浩二は7番手、レースは最終周回です。縦1本飛ばします、引き地正人の先行。1コーナーから2コーナーマーク7番渡辺正光好展開、2コーナーから向こう上面、まだ関東勢に動きありません。竹澤浩二も7番手、先まくりは6番車藤原、ここで仕掛けて3番手から2番手、しかし張っていく7番の渡辺、ここはしっかりと合わせていく。ようやく竹澤浩二も大外もつい、4コーナーから直線です。さあ広がって2番の引き地、7番の渡辺、大外から竹澤、間1番の小林も突っ込んだ、ゴール前混戦。さあ赤番手前で動いたのは9番車小島、正攻法岡本にプレッシャーをかけます。展開動いて残り2周を切りました。正攻法岡本はすんなりと下げて、今度は外に追い上げて8番車斉藤、今度は中部勢を抑える構えです。中段並走ジャンマイの2コーナー、しかしさらに動いた斉藤宗則、ジャンマイで抑えます。さあ難関勢の抑え先行合わせながら小島正明、どうやら中段に収まりました。これで中段キープは小島、岡本総眼7番手です。4コーナーから直線縦1本、このまま飛ばす、8番車斉藤の逃げ、難関勢の先行ですが、さあ岡本総眼ロングスパート、初日同様に早めの巻き返し、1コーナーから2コーナー、さあ岡本の巻き返しですが、一旦4番手、関東勢内に封じて2コーナーから向こう上面、さらに二の足まくり返します。先頭斉藤宗則、これをねじ捨てる2番の岡本、バック通過3コーナー前をねじ捨てます。懸命に5番の坂上を続いていくが、先頭岡本総抜けた、2着2番手に5番の坂上、直線コース突き放した岡本総先頭、差を詰める坂上ですが、岡本振り切って5位、2着5番の坂上忠勝。前は1番の森川が構えて、中段3番手が2番の小野正義、後方待機3番の八谷正俊、まだ自力性動きがありません。さあ残り800を切って、まず動くのは後ろ攻め、八谷正俊上昇開始、この動きを察知した小野正義、前に踏み込んでいく、ジャンマイ2コーナー先に切ったのは小野正義、これで西日本勢の動きを呼び込んでいきます。これを見て八谷正俊、まずは抑えた、八谷が抑えて先行、金が入っています。小野正義、これで中段を取りました。古川直也が今度はインを救っていく。森川大輔は後方の6番手です。4コーナー回ってレースは最終周回へ。八谷正俊がこのままかけます。決意の先行勝負。小野正義、不気味に中段をキープしています。さあ、後方に回されて森川大輔、一射上げて5番手。2コーナーから向こう上面、前はピッチが上がっています。さあ、八谷の逃げにマーク7番の木村。中段車間を切った小野正義、森川を引き継ぎながらまくっていきました。先まくりの小野正義、森川ちょっと外に浮いている。先頭八谷を捉える小野正義、小野が前を捉えた。4コーナーから直線切り替えた7番の木村が追ってくるが、さあ小野正義、木村が迫って5輪、小野正義です。小野正義が勝ちました。
さあレースは残り2周800を切るところで一旦広島勢の動きを抑えた小松崎太一、中段の動きにくさびを打っていきます。前で構えたのは3番車に行った中段が上がった9番の小松崎。さあここでインを作っていくのは2番の吉本、今日疲れて9番の小松崎ようやく外に踏み上げていきます。さあ吉本が突っ張った、吉本突っ張っていきます。吉本インを作って突っ張り先行。さあ中段が取れるか、9番車小松崎潜り込んだ新田康人、ここは中段の攻防ですが小松崎は怒りを取りました。これを見て短期戦高田が難関勢の後ろに切り替えて、小松崎はちょっと位置が悪い、後方6番手7番手。さあピッチが上がっていきます。吉本哲郎これはマイペースの先行になっています。小松崎太一ようやく6番手を確保、1コーナーから2コーナーカーブです。さあ逃げます吉本哲郎、しかし中段キープから新田康人まくっていきます。新田の先まくり広島勢に牙を向く、ただ番手西田がここは阻んでいく、ようやく小松崎も前に接近、3番手から2番手先頭吉本、番手西田後ろから小松崎迫って4コーナーから直線。さあ広がって吉本哲郎、西田正史、ようやく小松崎太一が捉えました。2着争いは接戦。さあ4コーナー回って赤番のホーム、ここで前を切った窓町帰り前に流れ込んでいきます。中勤3人を前に出して7番の鈴木隆二、これで4番手です。短期勢には全く動きありません。1コーナーから2コーナーカーブ、関東勢に前を委ねたか、2番の内村、9番の土屋、しかし土屋が短期動いていきます。2コーナー回ってジャン前、一旦スローペースは窓町帰りです。スプリント力には自信があります窓町帰り、まずはペースを落として金が入っています。切り替えた9番の土屋が切れ目の4番手です。残る短期勢はまだ後方、7番の鈴木は従って5番手です。2センターから4コーナー、ここでペースが上がります。窓町帰りがこのままかけます。鈴木隆二はどう巻き返していくんでしょうか。レースは最終周回に入ります。さあ窓町帰りが徐々に後がかりの先行ですが、すかさず巻き返した。鈴木隆二がここからスパート、3番手2番手一気に前段給水、番手村田も張っていきますが、最終バック鈴木が飲み込んだ、先頭窓場を捉える7番の鈴木、これで好展開神山雄一郎です。5番の小坂3番手切り込んで、も村田正和がこの3番手をさばいていく、4コーナーから直線です。先頭鈴木隆二ですが、番手神山、内から3番の村田正和、ウィンから村田正和です。さあしびれを切らして四季尾拓也が動いた。四季尾拓也がまずかからんに動きます。一旦関東勢を抑えようという四季尾拓也、これで一通りを探るんでしょうか。これに乗って山崎健人4番手まで上がります。前受け上原も簡単に引きませんが、ジャン前にコーナー一切構わず山崎健人が抑えます。さあこれで四季尾はどうする、四季尾飛びつくんでしょうか。しかしここは飛びつけないか。先頭は山崎健人、やはり四季尾が潜り込んで2番手だ。さあ地元勢に遠慮なし、四季尾拓也が厳しく2番手分断です。あとは5番の内藤直彦、地元勢遅れを取って後方から上原龍が一発かけてきます。さあ今度は上原龍が追い上げて3番手2番手前段接近。さあ山崎健人、おっと落車しました。山崎健人巻き込まれて四季尾拓也も落車です。さあその間に抑え切ったのは上原龍、逃げていきます。バックを通過してマーク4番の石川、5番の内藤が切り替えている、後ろから3番車しかないが自ら追い上げる、乗って2番の伊藤正樹も好位置上がる、4コーナーから直線、混戦ですがまくり切ったしかないかける先頭だ、しかないかける先頭、鮮やかな一撃、2着に2番の伊藤正樹。
さあ4コーナー立ち上がって赤番のホーム、竹内一旦追い出しをかけましたが、反応して太田龍馬が先に動いていきます。一旦近畿勢の動きにくさびを打って、中段が並走、ジャンマイの攻防へと移ります。さらにここで動いたのは外目2番の竹内優作、一切構わずジャンマイを抑えます。すかさず石塚凛太郎がスパート。さあ竹内が一旦これを受け流していきました。石塚凛太郎を叩いて先行ですが、ややハイピッチ、これを流して竹内優作が、これは中段の3番手、うまい立ち回りを見せた。太田龍馬が前から5番手、そして南関勢後方、早くも竹内スパート、ホームからスパートだ。さあ竹内がロングスパート、石塚凛太郎ともがき合いだ。さあ竹内石塚もがき合っていきますが、竹内が叩くか、石塚も猛抵抗、後ろから7番車待ってましたと太田龍馬のバックまくりだ。さあ先頭竹内を捉えて、太田龍馬あっさりと逃げ捨てる。後続2車身3車身4車身後続をぶっ放した。2番手懸命竹内も粘るが、2番手大混戦、4コーナーから直線、太田龍馬悠々と快勝。2着から再混戦ですが、3番車山形、あるいは4番の村上。さあ4コーナー立ち上がって、早くも動いた南関勢が中部勢にプレッシャーをかける。柴崎と田中両者が並んで残り2周800を切りました。その並走を見ながらタイミングを見る竹内翼、現在後方の7番で6番手です。さあ前に出て一旦切った9番の田中を叩いていく、竹内翼ジャンで抑えていきます。さあジャンで一気にハイピッチ。さあ竹内翼このペース配分はどうなんだ。早くもハイペース縦一本の体勢です。柴崎アッチを後方には置きましたが、ややハイピッチの流れ、竹内翼2番手3番坂本がついています。やや定段が離れて田中春樹が4番手、その後がちぎれて、今度は阿部拓磨追い上げていくか。まだ柴崎は遠い後方の7番手です。2コーナーから向こう正面、さあ先頭は竹内翼、マーク3番の坂本ですが、先まくり田中春樹、田中が前段に襲いかかる、坂本は牽制できない、後ろから7番の阿部拓磨が迫ってくる。さあ阿部の一発か、ようやく切り替えて吉田も前段接近、直線コース、先頭は7番の阿部拓磨から、やはり吉田敏郎、悠然と抜けました、吉田敏郎です。役者が違う。左手赤番ケージを見ながら鈴木健太郎先端を開いています。2番手合わせようという佐々木号を突っ張るか。さあ2番手から佐々木も前に踏んだ、鈴木健太郎、佐々木号、この2人が並ぶように前に上がります。すんなりと中川誠一郎を下げて、今度はどうでしょう、外から川村浩二が仕掛けるか。その追い出しに鈴木健太郎が反応、鈴木が前を切って川村浩二がさらに切った、その上から静岡勢だ、かましていったのは柳田和樹、柳田と渡辺、さあ静岡の若武者軍団、この2人が飛び出した、送り出して川村浩二が3番手中段です。4コーナーから直線、鈴木健太郎も中段。さあ愛媛勢後手に回って、佐々木号ロングスパートに巻き返し、そして中川誠一郎は現在最高峰、1コーナーから2コーナー、さあ愛媛勢のロングスパートですが、隊列が伸びて柳田和樹の逃げ、マーク2番の渡辺で最終バック、後ろから佐々木号も迫りますが、番手発進渡辺裕太、さあ渡辺の番手は手、まだ中川後方です。さあ後続を突き放して渡辺裕太独走、4コーナーから直線、さあ渡辺裕太先頭、これは圧巻、2着は5番の川村か、9番中川か、最後は中川も猛追。